文化放送おはようテラちゃん。時刻7時51分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。雨が降ってますね。降ってますね。ね、降り始めました。まあ、昨日でなくてよかったって言っても皆既月食は見られませんでしたね。見られなかったですね。やっぱこの雨につながる雲が邪魔しましたね。そうだったんですね。いやもったいない、残念だ。はい、まあね、ずっと見てましたけど、あ、見てました。ダメでしたね。ダメですよね。ダメでしたね。千葉のあたりですと、あのラジオ機の方ですと、まあ、その皆既月食というよりは欠け始めだとかね、その後だとか、そういったところをこうご覧になった方いらっしゃるようですけども、あの8時過ぎからね19分間っていうのが、うん、あの赤黒い月を、ね、見たかったな。自分の目でね見たかったな。見たかったですね。次まだ生きてるかどうか分かんないですからね。いやでも12年後でしょ。そうですか。大丈夫ですよ。そうですか。大丈夫かな。大丈夫でしょ。64、大丈夫ですよ。全然問題ないじゃないですか。高齢者前夜ですね。64歳。そうですね、65歳、1年前。1年前、何度か頑張りますよ、ね、もう、はい。さて、小沢雅史さんって聞いて、あの人って思い出したらすごいと思います。今ラジオ聞く方の中で小沢雅史さん74歳が経営するで分かったらすごいですけど、元プロレスラーのキラーカーンこと小沢雅史さん74歳が経営する新宿区百人町の居酒屋カンちゃん、先週土曜日に閉店しました。1989年に新宿区の中井でスナックカンちゃんオープンし、歌舞伎町など移転を重ねて現在の店は2016年、5年前に新装した6店目です。中井のスナック時代に歌手の尾崎豊さんが通って食べたというこのカレーライスがね、店の名物だったってことなんですが、あのキラーカーンさんといえばですね、去年自転車事故を起こして書類送検されるトラブルも起こしました。頑張ったんですけどね、コロナもあったかもしれないけど、コロナは自分だけが苦しんでいるんじゃないんです、店を閉めることにしました、本当にすみませんと話したということですね。かんちゃん、居酒屋かんちゃん閉店しました ね、 これね本当にね、コロナ直前にね、まあ、行こう言うてたんでね、はい、僕のその友人の隣の教授、山田教授っていうのがもう超プロレスファン で、でもう学生の頃からいつも一緒に行ってたんですけど、もうかんちゃん行こう言ってね、言うてたんですけどダメでしたね。まあ、でもあの、川田さんのね、あの政治をどこだったかな、あの成城学園前、成城学園前にね、あのメンジャラス K っていうね、デンジャラスじゃなくてメンジャラス K っていうね、ラーメン居酒屋があるんですよ。ラーメン屋じゃなくて居酒屋じゃなくて、ラーメン居酒屋、ここのラーメンめちゃくちゃうまいんですよ。ここへ行ったんですね。ここはね、ここはねしょっちゅう行ってるんですよ、はい、でももうコロナでそっちも行けてないですけどね、今はね、ぜひね、あのメンジャラス系成城学園の近く、沿線の皆さん、ぜひ行ってくださいね。わかりやすい場所にありますか。だいぶ難しいですよ。あそこだいぶ難しい。難しいところ。ネットでしっかり調べて、ね、もメンジャラス系で調べれば出てきますもんね。そうそうそう、もうね、ちゃんと行かないと。もうだって川田さん、そのラーメン屋の出したらあかんっていう本出してるんですよ。出したらあかん、ラーメン屋なんてやるもんじゃねえみたいな本出してる。そういう本出してるんですか。そんなもんやったらもう破産するぞとって言っても絶対ダメだと。わしはもうこれでもうベンツ3台分ぐらいスープに溶かし込んだからと。そうなんですか。大変なんですよ。だからぜひ行ってあげてください。いやそうですね、川田さんの、あそうなんだ、心配だな。今儲かってんのかなと思ったら、まあ、結構全然儲かってないんですよ。出せば出すほど損をするラーメンを作った。いやそうもうこだわりすぎてちょっと食べたくなりますね。そうそう、ね、めちゃくちゃうまかったですよ。そうですか。もうね、エビラーメンなんてもうあんなん食ったことないぐらいうまかった。そんなうまい、出汁効いて、もうすぐ ね、もう出汁効いて ねすぐ発売中止になりましたよ。もう出したら倍ぐらいお金かかってるんです。川田さんなんでそこまで。いやだからね、もう当時のプロレスから川田さんのプロレスはね、もうえぐかったですから。もうそうなんですね。だからね、もう給料以上の仕事してはるんで、ね、真面目すぎてね、まあ、キラーカーンさんの店もね、またオープンしたら行きますけども。そうですね、はい、緊急事態宣言中の今月初めに閉店の張り紙をしてからですね、お酒提供なしの時短営業にもかかわらず行列ができる皮肉な状況になったと。ただこう前向きに話しています。
廃業はしませんよ。美味しいものを食べたいから体が動くうちは働きます。すでに練馬区で新しい店を探しているということですね。歌手として日本クラウンからですねCD デビューしているキラーカーンさん、去年5月に、人情酒場のれん酒、これをですね自主制作したんですが、コロナ禍で新曲発表ができずじまいと。まだ出してないんですね。制作のように出せないっていう、そうなんですね、好きな歌を歌いながらできるスナックに戻りたいと、新規開店を模索している、ね、僕ももう64歳になったら、はい、月食でも見ながらスナックでも経営しますかね。もう高齢者になったらもう定年やからスナック自分の好きな歌でも歌いながら なんていうあれですお店の名前しますかね。ですか ねまあ王冠ぐらいしときますかね。王冠オーカーンにオーカーンさんに出てもらってね、ね、プロレス好きね、はい、プロレス酒場とかプロレス酒場オーカーン、オーカーンは来ないっていう、誰やねんお前って。いやいいですね、夢がありますね、夢がありますね、ありますね、スナックしたいな、はい、さて AFP 通信によるとですね、フランス中部ボルビック、お水で有名なを囲む緑豊かな火山性の丘陵が長らく世界的に有名なミネラルウォーターの水源地となってきました。このボルビックですが、地元住民地質学者、過剰な採水、水を取りすぎることによって地域一帯が危険にさらされている、まあ、こういう警鐘を鳴らしていると。かつては水が膝の高さまであって水車2機を回していた場所も、現在では水車がなくなって、最近では川が干上がっていることも多いと言います。地質学者がですね AFP に対して、ボルビックのこの源泉の平均流量は1927年の毎秒470リットルから毎秒50リットルまで落ち込んだと語っています。一方専門家、ボルビックの工場は地下100メートルから水を汲み上げていると指摘、ここ数年の降水量は安定していて水源の枯渇は天候のせいではないとしています。まあ、こういうニュースがね、いやもう輸出してる場合じゃないですね、これね。そうですね、これね、僕らでも買えますからね今ね、はい、これダメです。まあでもこのねボルビックって輸出しないと成り立たないんでしょうから、今はね、ダメですね、難しいですね、だって収支合わさないと ね、有料の収支は、はい、間もなく8時です。8時になりました。5月27日木曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町は少し空がですね若干先ほどよりも明るくはなりました。ただ雨は降ってますね、傘を差してます。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょう。関東地方日中は次第に本降りの雨となるでしょう。南部ほど発達した雨雲がかかり、午後は所々で雷を伴い激しく降りそうです。沿岸部南風が強まって横殴りの雨となるところもあるでしょう。最高気温は都心埼玉が17度、横浜千葉が18度、現在浜松町 18.3 度ありますから、まだ少し下がるってことですね。この後気温はほとんど上がらない、変わらない見込みです。そして明日はですね天気回復するでしょう。晴れて夏日、25度のところが多くなりそうです。東京地方今日は雨時々止むでしょう。降水確率午前 80%、 午後 90%、 明日は晴れ時々曇りでしょう。現在雷注意報が東京、神奈川、千葉、そして茨城に出ています。波浪注意報、波浪強風注意報が千葉県北東部と、そして伊豆諸島に出ています。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほど藤井さんが64歳になってね、はいはい、何か居酒屋でもやろうか、居酒屋でも ね、スナックですね、スナックがいいな、スナック、うん、名前はって言ったら王冠がいいかって言ったら早速反応がありまして、もう全友連時々運二連さん、王冠ムカつくんだよあいつ、ムカつきますねあいつね。そうやってこう手をゆらゆら波のようにこうやってやってくるんですよ。なんで強いか分かる、
かんないですよ。なんか一応強い体になってるんですよ、はい、あの今の新日のブックはね、なんかね、もうブック担当者がね、いろいろと毎日会議してやってるんでしょうけどね、王冠はちょっと強くしとこうっていうことになってる。強くしとこう、うん、そうそう、もう会議で決まりますから、ね、プロレスの試合は全部会議で決まってますから、ね、そういう先週はちょろっとアレンジしてるだけで大体会議で決めてますから、はい、そうですか。もう葛飾コロナだったらどうしようかな、じゃあこういうブックにしとこうとか、そうやってるんですよ、コロナってもしかし日常です。でも人の気持ちをこうグッとつかむわけですよね。そうですよ、そうなんですよ、ね、であのチョップは本物だから、流れるチーム本物だから、あ、うん、そうそう、芝居とは別なんですよ、そうなんですね。そうそう、大仁田先生がおっしゃる通りですよ、あ、そうか、ね、チームをこの痛みは本物なんだよとか言って、あ、試合は偽物やけど、いやいや、そうじゃないいや、鬼田さんが言うとそういう聞こえるんですよね。川田さんは違います、最初から最後までずっと本物ですよ。もうラーメンいっぱい1500円かかってんだ750円いただきますみたいな、それでも食べづらくないですか藤井さん。いやいや、なんかそうなんですよ、だから会計お願いしますって750円だ、そうそうそう、出してもだって1500円かかってるって聞いたら、でそう、ね、なんか利益率のいいやつなんでちゃんと買ってあげなきゃダメです。そうですよね、なんかいっぱい食べてね、もうちょっと食べ残してぐらい、そう、食べてくださいよって怒られますからね。あ、だからもうね、お土産かなんかで、あ、そうですね、そうそう、焼酎飲んであげるとかね、メンジャラスケーっていう焼酎があるんです。あ、そうなんですね、焼酎あるんですよ、川田さんのこうやって、今残念ながらね、この事態ですからお酒は飲めませんけど、あと T シャツ買ってあげたりとかね、 T シャツあるんですか、 T シャツ買ってあげたりとかね、いろいろとね、もうサポートしないと、成城学園前のメンジャラスケー、そうそう、メンジャラスケーだいぶ行きにくいところにあるもしあのラジオ機の方で行ったことがある、もしくはあのこれから行ったら、ね、ぜひとも報告をよろしくお願いいたします。特に、木曜日にお願いいたします、うん、はい、さて産経新聞ですが、去年1年間に全国の自治体が受理した妊娠届合わせて87万件余りで、前の年を 4.8% 下回ったことが分かりました。年間の件数としては過去最少とみられ、厚労省は初めて緊急事態宣言が出た時期の前後に妊娠する人が大きく減少したとみられるとしています。妊娠届は妊娠から2ヶ月ほどで届け出る人が多く、厚労省は去年初めて緊急事態宣言が出た時期の前後に妊娠する人が大きく減少しているため、新型コロナウイルスの感染拡大の影響とみられるとした上で、その後の減少率は例年と同じ程度で大きな減少は見られなかったとしています。まあ、コロナが少子化にも影響を与えているってことですかね。これはね、本当ね、重く受け止めてもらいたいんですよね、はい、なんか数の問題じゃなくてね、本来だったら生まれてきてたかもしれない人間が存在してないわけですからね、はい、でしかも 4.85% ですからね。そうですね、すごい数ですよ、で生まれてきてから 5% 死んだらこれ大変なことですけども、はい、まあ、それとある意味同じなわけですから、はい、だからね、自粛とか緊急事態っていうのね、軽々しく出すじゃないですか、まあ、とりあえず延長しとこうかなと、まあ、一応念のために聞いてるか聞いてんか分からないけど、一応まあこの薬飲んでてくださいみたいな話で、とりあえず一応緊急事態出しときますかになってるわけじゃないですか、でもこんだけ副作用があるってことですからね、影響がここまで来てるんだってことですよね、想像してもらいたいですね、まあ、だから経済は当たり前ですけども、このね、どうぞどうぞ、少子化にまで今度つながっていくという、だから全て、まあ、言っても過言じゃないってことですよね、そうなんですね、それも我々が思ってる以上にこの傷は深いぞっていうことですね。いや本当にそうなんですよね。いや人ってね、はい、人間って書くじゃないですか、はい、人の間でしょ、はい、だからコロナの自粛って人の間を壊してるんですよ、ね、だとしたら間がなくなったら、はい、その人間は人間でなくなるわけですよ、人になるわけですよ、そしたらもうアウストラロピテクスじゃなくてあのホモサピエンスのもう人ですよ、カタカナで書く人ってね、だから猿になってしまうわけですよ、だからね社交がなかったらね、はい、もう猿になるんですよ人間っていうのは、だからそう猿化させてるわけですよね、それでこうやって人間も死んでいくっていうか、死んでいく方も自殺もあるし、ね、生まれてこない、生まれてこない、はい、本来だったら生まれてくるっていうね、そうそうそう、そうなんですよ、人の間に子が生まれるわけですから、はい、そうですね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時7分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。ダバダテラダバダテテラダバダテラ
だテラテラ文化放送おはようテラちゃん。時刻8時13分になるところです。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、今ラジオ機の方からですね、またツイッターがありまして、うん、メンジャラス系はそんなに分かりにくいところにないという、はい、ただですね、13分ぐらい成城学園の駅から歩いて、そうそうそう、世田谷通り沿いで駐車場もあるし、分かりやすい場所にあると思いますって。車で行く人はね、あ、そうか、レッドファームさんがこういうふうに指摘して、車で行く人はね、そうそうそう、世田谷通り沿いにある、あれ世田谷通りっていうんですか、まあ、道路ありますね、はい、そこね、はい、そうそう、まあ、だからぜひね、駅から行くと13分、駅から行くとね、もうどっち行かなあかんねんみたいな、ね、そうなんです、どっちやろうみたいな。でもこれでおそらくかなり行ってみたいなっていう、本当行ってくださいよ、もうほんま前だから、もう価格無視の、もう価格無視の ねもう本気のもうパワーボム級ラーメンがもう並んでますからね、もうね、ということで行ってみたくなりましたもんね、はい、さあそれではニュースピックアップいきましょう。今度はこちら、日本経済新聞、高齢者以外一部で来月に、高齢者以外への新型コロナウイルスワクチン接種を6月に開始する自治体が出始めました。地元のかかりつけ医との連携や住民の受けやすさを考慮した対応で高齢者の優先接種が進んでいます。高齢者の7月末のこの完了のですね、政府目標に追われるこの自治体が多い中、住民全体の接種へ移行している形です。およそ23万人の16歳から64歳を6月28日から接種すると公表しているのが東京中野区です。およそ7万人いる高齢者の接種、7月中に終える見通しで、並行して他の世代に対応することも可能な体制といいます、まあ、こういう対応になってきたってことですかね、うん、そうですね、まあ、高齢者の方まだ終わらないうちでも、はい、まあ、徐々に始めていこうという、はい、特に基礎疾患のね、はい、終わりの方とかあるでしょうから、はい、で接客の方とかでもやっぱりそのしといた方がいい方っておられますからね、はい、うん、はい、で中野区の担当者は、医師会との協力体制がワクチン接種でも生きている、こういうふうに解説しました。1週間あたりの接種能力を区全体でおよそ2万回と見込んでいますが、7割近いおよそ1万3600回分はかかりつけの医師らが、会員の中野区医師会が協力しているといいます、うんうん、連携するってことですね、うん、これね、そうですね、まあ、ワクチンについてはね、はい、本当にいろいろ意見があって、僕は僕個人は様子を見てから、はい、まだ治験が終わってないようなものですから、様子を見てからと思いますけど、はい、まあ、高齢者の方と基礎疾患のある方はもうこれはもう効果があることはもう分かっているので、はい、でもともとコロナに対するリスクが高いですから、はい、ワクチンのリスクもあるんですけど、まあ、それよりも、まあ、コロナのリスクの方が高いと判断できると思う方は、まあ、打たれていけばいいわけですから、コロナのリスクはゼロじゃないですからね、はい、だからこういうのはもう進めていかなあかんわけですよ ね、政府としては。だからここに来てこのかかりつけ医っていうね、うん、普段見慣れた顔というか、そのかかっているお医者さんに打ってもらうっていうのは、そうそうそう、場所もおそらく近いでしょうし、うんうんうん、一般のね、病院で、やっているところもありますから、はい、うん、まあ、これがどんどんと進んでいけば、うん、思った以上に早く接種できるかもしれません、ね、まあ、なかなか日本は進まないですね、そうですか、泥臭いですね、もうアメリカすごいですね、はい、もう何ですか、はい、宝くじになってるんでしょ、宝くじになってたりとか、打ったら宝くじとか、はい、そうだ、ワクチン接種すると、ね、したらなんか当たったりするんですよ、なんか何億円か、はい、でスタジアムで打ったら、なんか野球のタダ券一月分とか、はい、映画で打ったら、映画館で打ったら映画のタダ券一月分とかね、いや立派なもんですよそれはね、いや、まあ、進めるっていうんだったらそれぐらいやったらいいんですよ、はい、ですね、促進してってことですね、国策として進めるって言うんだったら、でおそらくその集団免疫を作っていこうってことなんですかね、政府としてそれをお金をすごい補助してるっていうことですよね、そうですね、まあ、財務省が、腐ってなかったらちゃんとそういうこともできるってことですよね、はい、続いてはこちら、産経新聞、テレワークの水準公表を、突然の政府要求に経済界困惑。新型コロナウイルス感染拡大の抑制に向けた取り組み、こちらをめぐって経済界が政府からの突然の要求に困惑しています。政府は今月に入り、在宅勤務などのテレワークの企業ごとの実施水準の公表ですとか、企業の診療所を使った地域住民へのワクチン接種、こちらを経済界に要請しました。
しかし経済界は企業活動の実態を踏まえれば満額回答での実施は難しいとの立場です。これらの要請は担当大臣が経済界との会談の場で事前の打診もなしに打ち出したという経緯もあり、政府の調整力不足への不満も出ています。西村経済再生担当大臣、記者会見で経済界に対してテレワークに関する情報開示を求めました。5月の連休が明けて企業活動が再開する中、出勤者数の7割減を達成するため企業がより積極的にテレワークに取り組むよう促すのが狙いで、テレワークの実施率全国でおよそ2割なんですね。で、首都圏の1都3県では3割ほどで横ばい傾向が続いていると。西村大臣、テレワーク情報の開示は学生が就職先を選ぶ際の参考にもなる、まあ、こういうふうに意義を強調しています。まあ、しかしこの後に西村大臣とテレビ会議を行った経済界のトップからは、厳しい反応が相次ぎました。小売業や建設業などテレワークが難しい企業も多くあるわけでして、実施水準の低い企業のイメージを悪くするような仕組みは容認できないとしています。経済界、政府の無茶ぶりだと困惑をしていると。事前の打診なしにこの打ち出したというあたりですが、これは藤井さんどうご覧になりますか。いや、僕はこういうのは非常に問題だと思いますね。はい、ワクチンの問題はね、やっぱり、コロナ対策でも行政でも何でもそうなんですけど、これ国民の行動を変えたり仕組みを変えてくれっていう話じゃないですか。はい、でそれの被害が効果と比べてね、はい、少ない、あるいはあんまり効果の方がある大きいということであればね、まあ、それは進めたらいいと思うんですけど、はっきり言うとこんなことやったって効果あるかのか全然わかんないじゃないですか。何もわからんわけでしょ。っていうかこれが科学的に効果があるなんて全然言えてないし、でしかも、実際効果ないっていうデータだって山ほど出てるわけでね、で何も決着ついてないので、でこれやるでしょ、はい、でそれで被害が少ないんだったらまだいいですけど、仕事で7割テレワークってね、そんなもんまともな仕事できないですよ。ね、これリモートって、僕こういうリモートとか通信のね、はい、と僕交通の専門家じゃないですか。はい、だから通信と交通の代替可能性っていうのはずっと議論があってね、長い研究があるんですよ。でね、もう一回ね、もう10年ぐらい前に全部っていうかほぼ全部調べて、はい、まあ、いろんな仮説を検証したらね、まあ、結果的に分かったのはね、結局、代替できないんですよ。あ、そうなんですね。交通が増えて、はい、人と人が会ったら、はい、我々人類はね、その会った話のコンプリメンタリー補足に通信を使うってことはあるんですけど、だから知ってる人には電話で話がつくけども、全然おたことがない人間で電話だけだったらね、はい、薄い人間関係ができないんですよ。だからそしたらね、まともなビジネスなんかできないんですよね。7割もリモートにね、こんなしてしもたらね、全然そのヒューマンキャピタルって言ってね、そのヒューマンリレーションが、人間関係ができないんですよ。はい、そしたらね、もうそういう、その組織の仕事ってね、もうしゃびしゃびな、もうしょぼいものしかならんわけですよ。だからこれはね、産業界はそら半端しますよ。だから被害がでかいんですよ、はい、効果がよくわからんくせに被害がでかいものですから、はい、とりあえずこの薬飲んどいて、毒かもしれんけどって話じゃないですか。聞くの知らん、知らんってお前知らんはないで、副作用あるの、あるよ、殺す気、いや殺す気ないけど、一応ってよお前、そんな話になってるわけでしょ。経済界からしてみればそうですね。そうですよ、でそれでなんか僕はもうさらにね、この交通と通信の研究をもう長いことやってるからこそね、はい、本当バカやなこいつらってね、イライラしますね、こういうアホ見てると、はあ、一方、河野行政改革担当大臣、経済界に対して、企業が所有する社内の診療所、あと病院を活用し、社員だけでなく地域住民も対象にしたワクチン接種への協力を要請しています。経団連富田副会長はほぼ全面的に協力する考えを示したということです。ただ経済同友会からは、企業内診療所での地域住民接種はセキュリティ面で課題があり難しいという声も上がっているということですね。そういう声も上がるでしょうね。まあ、要請はあるけれども、確かに言われてみればセキュリティ面っていうのでね、本当に何のために俺ら税金払ってんねんっていう話ですから、ね、まあ、税金で、政府支出が、はい、やってるわけじゃないという MMT の議論もありますが、まあ、ちょっと置いといて、はい、
いや基本そうじゃないですか、税金払ってるからそれでやってるっていう物語でやってるわけですからね、だからちゃんと税金払ってんやからお前らちゃんとせんよってことですよ、政府がね、ちゃんと雇用立てて、でそんなそこまで使うかと、まあまあ協力するのもやぶさかではないんでしょうけども、これ推測の域出ませんけども、おそらく経済同友会からしてみれば、その自分の会社の中にその地元の、ね、住民とはいうもののセキュリティの問題だから、ちょっとこれ入れづらいですよと。いやちょっと、ね、そうですよ、だってもう今時そのセキュリティ管理しろって政府うるさい言ってるから ね入るときにピッピッとかやってなんかやるじゃないですか、そんなところにもだら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 入ってこれたら困るわっていうのは、まあ、あるでしょうね、まあ、だったらばその企業内診療所で、そのドクターだとか、まあ、看護師さんなんかをどこかの会場に例えば1日数、ね、あの週に何回か協力願いませんかってんだったら分かるんですけどもね、なんか何でもつことるな、政府はみたいなね、そうですね、まあ、自分のなんか自助共助公助で共助やれってことでしょ、で公助を政府がやるべき公助をやる前提を果たしてないくせに、共助やっといて、自助公助共助の三位一体やからな、って言うとるわけでしょ、はい、イラッときますよね、お前自分のことやれよっていうね、だから自助共助それはね、やらないではないですよ、だけ けどその公助として公助が前提だろうと、バックアップをちゃんとしてくれるかどうかですもんね、だからね、公助もせんやつがどの口で自助共助を言うとんねんお前って、思いますけどね、おそらくそれは今までこのね1年という月日で皆さんが感じてることだと思うんですよね、本当そうですよね、はい、続いてはこちら、読売新聞、脱炭素法成立、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする目標を明記した改正地球温暖化対策推進法、昨日参議院本会議で全会一致で可決成立しました。自治体に再生可能エネルギーの導入目標の設定を義務付けて、地域の脱炭素化の動き、これを加速化することなどが狙いです。で、改正法では温室効果ガスの排出量と森林などの吸収量、これを均衡させる実質ゼロ、これを意味する脱炭素社会、これを50年までに実現するとの政府目標を基本理念に設定しました。産業革命前と比較した気温の上昇幅を 1.5 度に抑える努力、これをすると定めた国際的な枠組みパリ協定の目標、これも取り込んで国際社会に環境先進国としての姿勢を発信するということなんですかね。この改正法が成立したということです。藤井さん、このあたりいかがですか。僕、まあ、いろんな意見あっていいと思うんですけどね、はいはい、あると思うんですけど、僕はこういう法律を見るために陰鬱な気持ちになりますよね。陰鬱、もう、はい、本当になんかおバカというかね、日本は。なんでかっていうとね、はい、まあ、これ当たり前ですけど、トランプなんかがずっと反対してたようにね、はい、地球温暖化対策と呼ぶものね、これもほんまに温暖化対策になってるかどうか科学的にわからないですけど、はい、まあ、ちょっとそれ置いといて、温暖化対策をやるとね、 CO2 減らしましょうなんて言ってると、被害が出るわけですよ、はい、経済が冷え込んで、国民が不幸になって、失業増えるとかっていうのが、まあ、それ明確にあるわけですよ。で、だからみんなね、アメリカは 50% 言ったり、はい、日本 46% 言ったり、僕は何十パーですとか、みんな適当に言うとるでしょ、あれね、実はね、小声で言うとね、みんな適当に言ってるんですよ。本気でね、やろうなんて思ってる国ないんですよ、そんなもん実際のところ、50%、まあ、とりあえず 50% で買いとこかみたいな、はい、でもともとどっから減らすかっていうのもええ加減だしね、だからあれは今までもずっとそうだったんですけど、環境の目標をバーン言って言うことに意味があって、守ることには意味がないとみんな思ってるんです、はい、そうですか、国際政治上メンツのために言うてるけど、そんなもん真面目にやったらむちゃくちゃなるやんけみたいな、まあ、ちょうど昭和時代のなんていうんですか、飲酒運転みたいな、ほんま飲んだらあかんけど、まあ、ちょっと一杯ぐらい構えへんよなと、過去はね、そう今も絶対ダメですけど、ね、昔はもう一応言うとるけど、まあ、コンプライアンスって言葉もないですから、はい、そんなもん大丈夫大丈夫やとかっていう、そのあとこう、スピードリミットね、はい、速度制限、50キロって書いてあるから、なんとも50キロで走るやつおらんやんけ、みたいな、はい、ね、これ関西人で言うと、まあ、そんなものが世の中にいっぱいあるじゃないですか、はい、でそれはもうおおらかに適応していくことで社会と経済が回っていって、誰も不幸にならないっていうことって、まあ、あるんですけど、そんなもんの位置づけなんですよ、ナンパーっていうね、で実際目標も全部保護にしてますから、アメリカって今まで、今まで立てては保護、立てては保護、だって民主党と共和党で変わっていくじゃん、変わ、はい、
変わったらまた、はい、あれ無視、俺トランプ嫌いがあいつの言ってること無視とか、はい、もうあいつ言ってること、もう共和党が言ってんねんから、あんなこんななしや、みたいなことになるので、はい、みんなそうしてるんですよ。だから、日本もね、ここで言うと、はい、そんな風にしてってことなんですよ。よそそうしてんねんかって、でも日本ってね、法律決まったらもうバカだから守るんですよ、日本だけ、そうやってね、日本だけで、ね、どんどん沈んできてるんですよ、はい、だからね、そう決めたルールに従うやつはね、はっきり言ってね、ある社会においてはね、子供なんですよ、社交の知らないクソガキみたいなもんでね、誰が真面目にやってんねんお前というふうに、はい、CO2 の問題は世界的には位置づけられているのに、はい、日本だけ真面目にやっちゃったらね、へこむやろなと思うので、このニュース見たら陰鬱な気持ちになるんですよ。そういうことなんですね。はい、さあ、それではここからはですね、このテーマで話を聞きます。緊急事態宣言延長は避けられないのか。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府が東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象に3回目となる緊急事態宣言を出してからおとといで1ヶ月が経ちました。この間に宣言の対象10の都道府県に拡大され、23日追加された沖縄を除いて9の都道府県への宣言、31日で期限を迎えます。しかし政府内では延長は避けられないという見方が広がっていて、今週末にも対象とする地域や延長の期間などを判断します。延長の期間は23日から宣言の対象となった沖縄県と同じ6月20日までとする案が有力となっていますが、この延長するか否かの議論ですけども、これ藤井さんね、最近ですと昔、1年ぐらい前にこういう同じような状況があったら、いやこれ延長した方がいいよなっていう人が多かったと思うんですけども、最近になってやはりこれどうなってんのっていう、そういう気持ちを抱く人が増えてきたような感がありますね。いやもう本当ね、第一にコロナでも疲れてるしバカバカしいしね、はい、で実際も大阪が最初一番今回第4波の中心だったじゃないですか、でそれがもうめちゃ減ってるんですよ、でね、実効再生産数って言ってね、これが1を超えたらどんどん拡大してって、1を下回った下になって減っていくんですけど、今やもう 0.67 なんですよ、大阪が大阪、ちなみに東京が 0.86 です、でしょ、だからもうええやんってことなんですよ、で 数も随分減ってきてね、だからもうこれもうで今これね、解除したって、その効果って、一月後とかなんですよ、重症者とかやったら、下手したら6週間とか、一月半後とかの重症者数が増えたり減ったりとかするんですよ、今日の対応がね、そしたらね、もうこの調子でいってんやから、一月半後ってもう収束ほぼほぼしてるわけですよ、拡大してる可能性は僕はないとは言わないけど、大なる可能性って少ないわけですよ、そしたらね、今ね、緊急事態やっててもね、もう意味がない。でさらに言うとね、外国だったらもうこの状況で解除してるんですよ、だからもう解除したらええに決まってるし、でしかもね、緊急事態が明けたらね、またリバウンドするとかってね、いう人いるでしょうけど、そんなもんいきなりね、ぶわーみんなで宴会、もう緊急事態明けたーってコンパするわけじゃなくてね、どうせマンボウに落とすだけでしょ、まん延防止に、そうですね、緊急事態からまん延防止重点措置ですね、だから出口戦略ってそんなもんでしょ、でも出口戦略についての議論もないじゃないですか、で僕は行動制限から8割接触削減からね、去年はね、8割接触機会削減の作戦を取るために目鼻口触らんときましょうとか、宴会の時はマスクしましょうとかっていう行動をさらに呼びかけましょうとかね、言ってたわけですよ、これね、ちょうどどういうことかっていうと、病み上がりって言葉あるじゃないですか、はい、ありますね、入院してたと、それでお医者さんがだいぶ弱なってきたわと、もうそろそろ退院できるけど、もう一応退院してるけど、念のため1週間は様子見といてみたいな、でそれで、ね、よかったらもう普通の生活戻れるし、それでまたしんどんなったらまだ戻っといてなんですよ、それがね、もう完璧に健康になるまで退院しさせへんとか言うたらね、どんだけ入院してなあかんねんですよ、仕事せなあかんねん俺と、いやダメダメ、一応念のためとか言って、元に戻るリスクがちょろっとあるからって言って、その人の人生めちゃめちゃなるじゃないですか、だってね、その入院し続けるってことは稼げないってことになりますからね、経済的にそれと同じでね、緊急事態宣言でもうだいぶ弱なってきたんやから、これちょっと様子見で、ちょっとこう、日常生活取り戻しよしと、あかんかったらまた強制入院させるぞとかっていう脅しをかけながらですよ、
ちょっとずつもうマンボウかなんかに移行していくっていうのがね普通だと思いますよ、でもなんかそんな議論全然ないですよね、大阪めっちゃ減ってるし、はい、東京ももう明らかに減ってきてるね、そうですね、ここまで減ってきてねまた急にバーンって上るっていう事例はないわけですよ、第3波はちょろっと減った時にまた増えたりとかしましたけど、ああいうことはありましたけどここまで減ってきたらね、もうないんだから、だからちゃんと注意しながら日常生活に徐々に戻ってよっていうフェーズですよ、どう考えても。だって副作用があるんだから、はい、だから今よく言われるのはその病院の体制がね、まだこの逼迫してますと、まあ、こういうことが言われてるとなれば、そこをしっかりと何かね手当てをするってことですね、しかもそれはだって一月半後の話なんだから、でもう今だって病院 の需要もどんどん減ってきてるんですよ、あの患者も、そろそろピークアウトしますよ、あのちょっと遅れてピークアウトするんでね、でそれ もう見えてるんだから、で僕はちなみに今言ったのは全部医療崩壊を避けるということだけ考えてでもそうだってことですよ、でしかも今言ったようにね、話っていうのは緊急事態宣言に効果があったとしての話ですよ、でもさらに言うとね、データ見てたら緊急事態宣言関係ないやんってことがあるわけですよ、だからもうこんなも最初からやめとけよお前っていうのが僕の意見だけど、みんなそれもう何も考えてないでしょ、だから緊急事態宣言に効果があると信じきって毎日考えてるわけですよ、まあそしたらお前らそれでええわと、そうやけど仮に効果があってもこれ解除せんかったらおかしいタイミングなんちゃうんかと、いうことなんですけど、それも言わないと、だからねほんまにね、いやこの頃アホやわ、もうね、笑ったらダメですけど、だって人死んでんだから、そうなんですね、で子供生まれてこないんだから、でもねもうアホすぎてね、だからもう笑うとか泣くとかもうなんか全ての感情を使ってもうなんかもう無力感ですよね、すぎて。一つはその変異株っていうのがね、やはりこのどうなっていくんだろうっていう心配がね、そうですよ、だからそれ新しいものだからね、これ第3波が終わって第4波って言ってますけど、これ第1波ですからね、イギリス株の第1波ですから、だからまあ そんなこと言い出したらその変異株いつもあるかもしれない、ね、まあ、これからね、まあ、インド株だって入ってきてますしね、で日本株ができるかもしれないし、そうですね、来週できるかもしれないし、はい、来週できなくても再来週できるかもしれないし、それがあるんやったら一応自粛しておきましょうかやったら死にますがなってことですよ、だから、まあ、その政治というか自治体並びに政府からしてみれば、やはりワクチン接種するまでなんとかこの、まあ、自粛してもらおうっていうそういうことなんですかね、まあ、吉村さんなんかそう言ってますからね、ワクチンが高齢者のワクチンが終わったら解除していいとか、殺す気かですよ、もう大阪の僕の友人とか言ってましたけど、もこんなアホらしいでやってられへん、でもう大型ショッピングセンターとかでもやっぱりね、だんだん空いてきてるんですよ、百貨店も開くし、なんかこうそのお店も開くし、で今まで閉めてたクリニックも開けるし、あやってらんないからっていう、ね、もうこんなもんやってられへんわやって、もう私はもう今日から開けるわみたいな、もうだみんなそうなってるんですよ、だって開けないと潰れちゃいますから、潰れるんだから、だって死ねって言われる筋合いはないですよ、そうですね、だって陽性なんでしょそもそも、でちゃんと感染が広がらないようにするって言ってんだから、だから車運転してて事故して死んだ人が昨日3人出たから全国で、だから全員車乗るのやめみたいな、いや安全運転できるし私みたいな、まあ、今そういう感覚にね、なめてんのみたいな話になってきてるわけですね、はい、時刻8時36分です。時刻8時38分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。経営不振に陥り上場廃止となる見込みのオーディオメーカー音響、スピーカーやアンプなど主力のホーム AV 事業をシャープとアメリカの企業が作る合弁会社に売却することで合意しました。33億円ですね、額が。今後音響ブランドの製品はシャープが作ってアメリカ企業が販売を続けるとしています。まあ、音響といえば1946年の創業時からこの事業を手掛けていて、音質にこだわりを持つファンらに支持されてきました。しかしスマートフォンで音楽動画を楽しむ人が増え業績不振に陥ったと。これも時代の流れなんですか ね、もう音響なんて言ったら僕らもワクワクしてね。そうですよ、昔はもうだって男の、まあ、女の人もそうですけども、ステレオでっかいの買ってね、音響かって ね、そうですよ、もう
分厚いレコードプレイヤーとか買ってね、重たいやつ買って、でっかいスピーカー買って、じーっとね夜中聞く、夜中中が夜聞くってね、ありましたね。残念だな。で、音響当面テレビや自動車に内蔵するスピーカーの受託生産、ヘッドフォンやイヤフォンの製造などの事業に集中し、新たな再構築を検討すると、こういうふうにいいね、まあ、そうですよね。ですけども、まあでもシャープもそうですし、日本がね過去は誇るメーカーだったのが外資に取り込まれていくっていう事態ですね。本当悲しいですね。衰退途上国の象徴みたいなのもすごいね。なんとかしないとですよね。なんとかしたいですね、日本人のだから、はい、時刻まもなく8時40分です。文化放送おはよう、てらちゃん。時刻8時50分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ビジネス最前線、この時間はですね、藤井さんに新幹線で新鮮感お届け、こちらについて、お話を伺います。 JR 東日本、北陸の鮮魚などを東京都内のこの街中のスーパーマーケットに配送するサービス、これを始めると発表しました。北陸新幹線とトラック輸送、これを活用し、これまでもですね、北陸新幹線使って、生鮮食品など駅中のビルに届けるというサービスをしていました。これはあのニュースなどでお聞きになった方もいらっしゃるかと思います。その配送先を広げようってことなんですね。都内でも 北陸の新鮮な魚をこう食べてもらおうということで、この駅中だけじゃなくて他のお店にも広げていこうというこの動きですが、藤井さん、これはどうでしょう。いや、こういうのはね、どんどん、ね、進めていけばいいですし、はい、新幹線を物流に使うっていうのは、昔から言われてることなんですよ。そうなんですね。これ皆さんね、ご存じないと思いますけど、新幹線ってね、あの幅がね、あの線路の幅がちょっとね、太いんですよ。後期って言うんですけど、あの普通のその辺の電車、その辺っていうか普通の電車は狭期って言って狭い、だからちょっと違うんですよ。でもね、あの狭期と後期の大きさね、どう決まってるかっていうとね、あのコンテナってあるじゃないですか、鉄道で載せれるコンテナ、はい、ありますね。あれって長方形でしょ。はい、そうですね。長方体だ。長方形で、直方体で、なんていうんですかね、あの短い辺を前にするじゃないですか。はい。こう短い辺を、そうでしょ。長い辺は横になってる。横です。でね、あれをね、90度回転させたら後期にちょうど乗るんです。そうなんですか。そうなんです。長い方があの、そうそう、長い方を前に向けたら。あの後期の鉄道に乗るように企画が作られてるんですよ。ってことは、もともと新幹線の後期というあの企画は、あの長さの企画ね、企画は物流に使えるようになってあるんですよ。だからね、それをね、僕らね、使え使えとずっと言ってるんですよ。しかもね、北陸新幹線とか北海道新幹線とかは、そのまあ言ってみたら田舎の方の新幹線は東海道新幹線みたいにね、あんま通らんのですよ。はい、東海道新幹線ってね、ほとんど地下鉄ぐらい来るじゃないですか。そう、数分間隔で ね、まあ、10分とか、場合によっちゃ、4、5分とか、そうです、そうです、あります、ね、あるでしょ、バンバン来るでしょ、光とこだまと、もう5分ぐらいでこう来るじゃないですか。でもね、地方 の、 あの新幹線って1時間に1本とか2本なんですよ。確かに言われてみればね、めっちゃ余ってるんですよ、はい、だからその間物流運べよお前っつってるんですよ。これをね、僕らずっと言ってるんですけども、コロナ対策でも日本政府ってスカタンばっかりでしょ、はっきり言ってアホでしょ。もう日本政府ってもう外人から見たら鼻で、世界中が鼻で、全米が鼻で笑ったみたいな感じ。映画じゃないですか、それじゃ全米が鼻で笑う日本政府みたいなでしょ、さあ鼻で笑われるようなことしかできないスカタンさんなんですね、日本政府。だからね、今言ったような話なんで、だってちょっと時間かかったでしょ、今このコンテナの話、3分ぐらいかかったじゃないですか、それね、言ってるうちにね、政治がね、寝とるんですよ。寝ちゃダメですよ、寝ちゃだってもう鼻風船パーッと、いやこれね、コンテナ終わった、新幹線早いな、新幹線言ったら、そんな話してん、違うねと、はい、もうね、国会中は普通こういうの議論しなかったナイスアイデアですよね。そうなんですよ、もうそれ、でね、だからあの企画があって重さがちょっと違うからとか言うんですけど、はい、いや違うと、今時ね、軽いものもいっぱいあると、それこそ今この言うとおりのお魚だとか、なんとかチップだとか、生鮮食品とかそういうのがね、携帯だとかね、なんか軽いのあるんですよ。だからさ、それだけ運ぶようにね、すりゃいいじゃないですかって言うの、めっちゃダメだ
もうね、なんちゅうか政策提言やとしてね、はい、これほどやりがいのない国ないですよ。いやでもね、今その藤井さん、うん、交通のスペシャリストの藤井さんがおっしゃった、うんうん、これ鉄道ってトラックに比べて短時間で揺れが少ない輸送ができるんだって。いいとこいっぱいあるじゃないですか。そうですよ、だってもう信号ないんだから、もうズバーン、新幹線なんてズバーン行けるんですよ。そうですね、パーン行っても、もうだこれね、行きゃだってもう今ネットワーク北海道から、鹿児島まであるわけでしょ、はいはい、あります。今ちょっとあの途中であの東京駅で分断されたとかしてますけど、はい、もうねもうあそことかうまいことやったらね、もうズボーン、もう夜中空いとるかなと。しかも、そうですね、まあ、メンテナンスもしますけど、はい、で繰り返しますけどもね、空きまくってるんですよ田舎の新幹線、でもったいないやろと。そうですね、こういうね、すでにですね、この JR 東日本のグループ会社がトラックに積み替えて都内のイトーヨーカ堂に配送と、夕方には朝どれ鮮魚と銘打って店頭に並んでる。このスピード感はいいですね。いいんですよ、いいんですけど、これ使ってるスペースどこか言ったらね、今車内販売をやってないんですと、車内販売のワゴン置いてるスペースに置いてあるんです、そこだけちっちゃっ。そうですね、お前ちっちゃいな、パンパン、ちっちゃいなお前、お前男としてどうやねんパンパン、ワゴン、ワゴンってどないやねんお前、はい、いや私もあの駅中のあの回転寿司というかね、お寿司のところにこの朝取れたものを新幹線で運んでるなんていうニュースは、うん、あの見たことがあるんですけど、うん、だからそれが進化していけばね、そうなんですよ、ね、でもまあこれがね、蟻の一穴っていうかダムの一穴っていうかね、はい、これをきっかけに新幹線の物流利用っていう方向にね、はい、その花風船のジジイどものね、頭がちょっと、あ、なんか最近運んでるわけだ藤井君、いやその話も毎年言ってますけど、あ、そういったかな、日本じってるし本当は、日本政府、この客車で貨物を運ぶことを貨客混載、うん、そうそうそう、混ぜて乗せると、ねね、いうふうに呼ばれて、通勤旅行の、うん、この輸送客数が減少する中、うん、JR 各社は新たな収入源として期待してる。みんなが期待してるじゃないですか。そうですよ、ね、だから新幹線ネットワークって、ね、あれ公共用地でしょ、はい、言ってみたら、まあ、JR あれ公共用地なんですよ、はい、JR 運営してるけど、だからあの空間を使っていろんなことができるんです、僕らが提案してるのはね、新幹線夜行列車、はあ、これね、ビジネスマンとかも夜中こう、はい、移動して、はい、ね、あのバスしんどいでしょ、でもグリーン車でこう寝たりね、ああいいですね、これでね、だから止めといたらいいんですよ、早つきすぎるから、はいはい、そしたらね、夜行だ、まさにね、そうそう、だから北陸新幹線とかから全部もう、今ね東京駅が分断してるのが僕ちょっと嫌なんですけど、あれ、ね、ちゃんと大宮とか使ったらね、はい、もう北海道から大宮でこう来て、あれがちゃんとこう、あれを新大阪まで行ってね、それをちゃんと山陽新幹線まで行ったらね、もうあの鹿児島から北海道まで夜行列車で行きゃいいんですよ。そういう、ね、で鹿児島からどこですか、だから例えば広島とかでもね、北海道か広島、とかでもね、それもだからちょっと途中で新大阪でカーン止めといたいんですよ、ゆっくり走ってもいい、時間調整してね、そうそうそう、でメンテナンスのやつとかそんなんやったらええんですよ、だからね、ものすごい流行りますよ、そうですね、ものすごい流行りますよ、そんなん考えてもね、もう一回言いますよ、カーン寝とるんですよえ、何、わし寝とったけど、なんか寝る話しとったな藤井君はい、ビジネス最前線でした。藤井さん、こういうニュースがありますね、マスクをつけるのは何の法律があるんだと言いながら、警察官を殴った名古屋に住む39歳の男、公務執行妨害の疑いで逮捕されました。男、工事現場で駐車車両をめぐってトラブルになり、警察の事情聴取を受けていたところ、警察官の腹部を素手で1回殴った疑いが持たれていると。当時マスクを顎につけていて、警察官に正しくつけなさいと、まあ、こういうふうに注意されると、マスクをつけるのは何の法律があるんだなどと言いながら逆上し殴りかかったと言います。まあ、警察の調べに対してもうしませんと容疑を認めていると、これまあ一応言っときますけど、赤に決まってますよね、はい、ダメですよ、殴ったあかんわお前、そうですね、まあ、そこをちゃんと言っといた上でちょっと置いとくと、はい、いやこれね、こんな警察もおかしいですよ、そんなマスクつけるってそんな何の法律があるんだってそりゃそう思いますよ、だからね、やっぱりね、マスクつけるっていうのは、フランスにおいては人権侵害と言われるわけですよ、だからね、そういう感覚をちょっとね持ってほしいですね、そうですね、はい、
今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんでした。藤井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。